ブロックゲージのセットブロックゲージは長さの基準として用いられる脳型体系のゲージ。高質で時効変化の少ない素材を用いて脳型体の6面のうち1組の向かい合った2面が極めて高い水準で平坦、平行に作られ、またその2面間の距離が正しく所定寸法となるように仕上げられている。長さ違いの多数のブロックが1組として強され、 個々のブロック単独で、もしくは複数を密着により貼り合わせて使用される。いくつかの制作制度等級があり、用途に応じて使い分けされる。ゲージブロックとも、19世紀末にスウェーデンのカール・ヨハンソンが初めて制作した。日本においては昭和初期に津江大輔が初めて国産化に成功している。ブロックゲージのセットには112国民、103国民、 76個組などの組み合わせが知られ、多数を貼り合わせることで多様な寸法を作ることができる。例えば、mm mm、1 2 3 4 5トルを1 0トル1 3 4零五1 0 0 5トルの3枚で構築することが可能である。貼り合わせによって生じる誤差は0 0 1ル以下と言われる。製作精度等級として、スでは、軽球、0球、 1>, 1級2級の4つを規定している。ブロックゲージは、より等級の高いブロックゲージとの比較により検査、されるが、最高級のブロックゲージの検査は、高波干渉測定法によって行われる。JIS では、K 級がこれに該当する。JISB7506-2004? ありがとうございます。